はい、ではですね、今日はねチャイルドポーズからスタートしていきたいと思います。マットの真ん中ですね、四つん這いからスタートしていきましょう。肩の真下に手首、腰の真下に膝、膝は握り拳1個分のスペース空けて、つま先立ちを今日は作っていきたいと思います。では次の半呼吸でお尻をかかとの方に近づけていきましょう。で両手前に滑らせて、おでこマット、肘軽く曲げて、肩首力を抜いていったら、一度背中から吸って、口からため息、口を閉じて、少し自分の中呼吸をねゆっくり味わっていきましょう。で肘最初に曲げてていいので、肩や首に少しスペースを作ってあげて、この呼吸、自分の内側に流れる呼吸を感じていきます。吸って背中、そして肩や腰も広がっていく。吐いて全身が楽になっていきます。今日の自分の呼吸ね、まずはスムーズに体の中に流れているかどうか感じてあげて、その呼吸と深くつながっていきましょう。ではこのままおでこさえにゆらゆら揺さぶってあげます。頭の中もマッサージしてあげましょう。ヨガの時間、考えなくていいです。感じることを大切にしてあげましょう。頭の中は柔らかくしてあげてください。はい、ではおでこ真ん中でストップしたら、次吸う呼吸頭を起こして、上半身左右に振っていきましょう。まず両手をね、この左床の方に歩ませて、で右手のひら空向きです。右の肘がマット、そして右二の腕の上に右のねこめかみ乗せちゃいます。で左肘90度に立てて、左でカップハンズ指先立てましょう。目を閉じていいので、ゆっくり呼吸背中に広げましょう。背中で吸って、で吐きながら少しお尻をかかとの方に近づけていきます。肩すくめないようにしてあげて、今ねこの右の肩甲骨の下あたり、気持ちよい伸びを感じてみましょう。もう一つ吸って、吐きます。ふう、では次吸う呼吸、頭を起こしたら反対側いきますよ。両手右床の方に移行してあげましょう。今度は左手のひら空向き、左の肘がマット、そして左二の腕の上に左のねこのこめかみのあたり乗せちゃいましょう。右肘90度に立てて、右手カップハンズ指先立てたら、背中で吸って、吐く呼吸でお尻をかかとの方に近づけます。肩甲骨開いて、肩すくめないように、今ストレッチのかかっている左肩甲骨の下あたりね、気持ちよい伸びを感じていきましょう。そして呼吸を送ってあげます。もう一つ吸って、吐きます。ふう、では次吸う呼吸、ゆっくり頭を起こしたら、もう一度真ん中に戻しましょう。両手背骨、おでこもマットに下ろしてあげて、背中で吸って深く吐く。では次吸う呼吸でゆっくり四つん這いに戻ってきてください。はい、じゃあねここから両手少しマットの前あたりに置いてあげて、で四つん這い、もう一度ねポジション確認します。肩の真下に手首、腰の真下に膝、膝握り拳1個分のスペース上げて、つま先立ちを作っていきましょう。じゃあね今日頼り派いっぱいやっていくから、少しね手首のストレッチしたいと思います。片手ずつ指先外回りで膝の方に向けてください。ゆっくりね。そして肩の真下に手首は変わりませんが、手の指先を膝の方に向けて、そしてこうやってね肘が前にガクって出ると肘痛めちゃうので、肘軽く緩めてください。でどうしてもねちょっと肘が痛いなって方は、少し膝前にしてあげても大丈夫だから、まずは手首痛くない程度のストレッチ作ってあげましょう。では肩を回します。まず右回しゆっくり3周いきましょう。ゆっくりゆっくり。そして、痛いなって思ったら、肩で回せんのサイズちょっと小さめにしてください。肘軽く緩めて、そして手のひらが浮かないように調整しながら、まずゆっくり右回し3周いきますよ。はい、反対回しいきましょう。左回し3周ゆっくり肩を回していく。肘が前にねグキッと出ないように、そして手首痛かったら、肩で回せんのサイズちょっと小さめでいいですからね、痛くないように手首ストレッチかけてあげましょう。はい、じゃあ左回し3周終えたら、片手ずつそーっと前向きに戻してください。
はい、じゃあもう一度肩の真下に手首です。そしてね、人差し指正面にしましょう。中指、薬指、小指はちょっと外向き。今ねこういう状態ですね。手の指先の向きがちょびっと外向きです。こういう風に置かないようにね、このポジションを作ってあげましょう。ではこの四つん這いから右膝だけ伸ばして、つま先ちょんと床に置いといてください。で少しね、上半身を前後に揺らしながら、右足の太ももの裏、そしてふくらはぎ、アキレス腱ね、少しずつストレッチかけていきましょう。そして足の指もね、しっかりと広げてください。この時こうやって肩をすくめないように、首肩には常にスペースを作りながら少し前後に揺れていきます。はい、ではね、体ストップしていったら腰伸ばしますよ。この右足のつま先をよいしょ持ち上げて、そして左側のマット外側に足置けますか。ちょっとね、足をクロスさせるような感じ。右足のつま先がこの左側のマットの外側です。でゆっくり吸って、両手マットプッシュ、肩甲骨の間広げたら、吐いて目線を左側から後ろ振り返って、右足のつま先の方を見てみてください。今ね、右の腰伸びてるのを感じるかな。もう一つ吸って吐きます。ふう。ではこのまま次、吸う呼吸で目線正面、吐いてこの右足を両手の間によいしょ連れてきます。右足途中で止まっちゃったら手でよいしょ連れてきてください。両手カップハンズに切り替えてあげて、右膝の下に右足首を置きましょう。で左膝骨盤よりちょっと後ろでいいです。で足の甲寝かせちゃいましょうか。両手指先立てて、次吸う呼吸、胸をぐーっと開いてね、少し骨盤を床の方に下ろします。吐いて少しずつね、骨盤の重みを感じるように、この左のももの前ストレッチかけましょう。ではもう一つ吸って、胸を前から上に引っ張り上げるように、そして吐いてハウハヌマンサナいきます。ゆっくり右腰後ろに引く、肘軽く曲げて、右膝伸ばすのきつかったら軽く曲げていいですからね。右足つま先空向きにして、この右もも裏ふくらはぎストレッチをかけましょう。肩すくめないように、もう一つ吸って吐きます。では次、吸う呼吸、ゆっくり右膝を曲げていったら、吐いてここからね、お尻の方を一旦キュッと締めてください。少しお尻を床から浮かせていく。そして後ろ足のかかと空向きに、膝に全体重乗せないようにしましょう。左足の甲で床を押していきます。お尻のほっぺたギューッと締めていったら、次吸う呼吸、ゆっくり上半身を起こしましょう。両手右膝の上、顎引いて頭空に引き上げていきましょう。吸って両手バンザイ、手のひら向かわせて胸を引っ張り上げる。吐いて肩力抜きましょう。もう一つ吸って、この水を力引き上げるように、で吐いて両肘抱えてください。今こういう感じね、肘抱えて、で少し背骨を左右にゆらゆらって揺さぶってあげましょう。肩甲骨の下から、腰もね少しストレッチをかけつつ、足しっかり踏ん張って、あんまりね骨盤落とさないようにしてくださいね。はい、では真ん中でストップしたら、両手マットに下ろしてあげて、そして右足後ろ四つん這いに戻りましょう。はい、じゃあもう一度、肩の真下に手首、腰の真下に膝、そしてつま先立ち作ったら、今度は左膝だけちょっと伸ばします。左足つま先立ち、膝を伸ばしてあげたら体を前後に揺らしてあげてください。でこの特に後ろに体を下げた時、もも裏ふくらはぎ、アキレス腱がね、ストレッチかかってきますので、体の後ろ側にもね呼吸を送ってあげましょう。はい、じゃあストップしていったら、ゆっくり吸う呼吸で左足持ち上げて、吐いてこの左足を右壁の方に向けます。そして、左足のつま先を右のマットの外、床の方に置いてみてください。体の左側をしならせていきます。吸って肩甲骨の間開いて空をして、吐いて目線を右の後ろの方を見てあげて、左足のつま先見れますか。左の腰が伸びていくのを感じましょう。吸って肩甲骨の間開いて、吐いて目線を左足つま先の方に送ってあげましょう。もう一つ吸って吐きます。ふう。では吸ってゆっくり左足持ち上げたら、吐いて左足を左手首内側に置いていきます。両手指先立てちゃいましょう。
はい、左膝の下に左足首を置いて、右膝骨盤よりちょっと後ろ、ここで足の甲を寝かせます。右足のかかと空向けて、両手指先立てます。脇締めて、お尻のほっぺたも少しね、ぎゅーっと締めてあげましょう。吸って胸をぐーっと前の方に向けていったら、吐いて少しだけ骨盤を下ろしていきます。ゆっくりね。で今度は右のももの前、ストレッチをかけていきますので、右の鼠径部、右もも前に呼吸を送ってあげましょう。吸って胸ぐーっと引っ張り上げて、で吐いてハーフハヌマンサナ、ゆっくり左腰後ろに引いていきます。左腰横に逃げないでね、真後ろに引いていく。そして左膝どうしても伸ばすのきつかったら軽く曲げていいです。左足つま先空向けて、肘肩楽にしましょう。呼吸をこの左もも裏ふくらはぎに丁寧に送ってあげます。もう一つ吸って、吐きます。では次吸う呼吸でゆっくり左膝曲げたら、ここから吐いてお尻のほっぺたキューッと締めて、少しね骨盤高さ出してください。右足のかかと空向けて、そして内もも同士を向かわせていくように。次吸う呼吸で上半身を起こしましょう。両手左膝の上、目線正面、背骨ゴーッと空高くつないだら、次吸う呼吸、両手万歳、手のひら向かわせて上に上に伸びます。で吐いてここで肘抱えてください。まあこういう状態ね。で少し背骨ゆらゆら、左右に揺さぶる、バランス崩さない程度、小さな動きで大丈夫だから、少しね上半身、あばら骨、ウエスト、肩甲骨、全部上半身がねほぐれていくように感じてみましょう。はい、じゃあストップしたらゆっくり両手のひらマットに置いてください。肩幅に置いて、そして人差し指正面、少し指先外向きです。では右足つま先立ちにしていったら、次吸う呼吸で右膝を伸ばします。しっかり踏ん張って、で吐いてプランク、左足後ろです。肩の真下に手首を置く、そして足腰幅、おへそと恥骨の距離を縮める、肩甲骨の間広げましょう。吸って両手マットプッシュして、吐いて両膝を下ろします。で前に身を乗り出す、ゆっくり腹ばい、脇締めてドスンと落ちない、スローモーションです。足の甲に寝かせて、吸ってコブラのポーズ、肘後ろ、そして顎引く、かかと向かわせましょう。で吐いてつま先立ちからダウンドッグに入っていきます。ふう、ではゆっくり足踏みしていきましょう。もも裏ふくらはぎアキレス腱、たっぷり呼吸を送ってみてください。では足をストップさせたら両手の間見ます。手首の手前までゆっくり歩んでいきましょう。そして両足揃えたら前屈、膝曲げます。首頭だら、そしてゆっくり両手背中側で指を絡めましょう。肩甲骨寄せます。吸って拳上、肩甲骨ぐーって寄せて、吐いて頭力抜く、膝曲げていいので太ももの上にお腹乗っけちゃいましょう。もう一つ吸って、吐いて腕だらーんとマットに下ろしたら、膝曲げたまま吸ってロールアップ、背骨一個一個積み上げるように、そして吐いて背骨の上に頭が乗っかっていきます。はい、じゃあ大きい画面の方に切り替えていきますね。早速太陽礼拝練習していきましょう。はい、じゃあ最初に太陽礼拝 A です。バリエーションなしでまず2回続けていきます。で3回目の太陽礼拝に入った時に、そこからダウンドッグでいろんなバリエーション入れていきますので、まず、太陽礼拝 A2 回、一つ一つの動き丁寧に動いていきましょう。ではマットの前、足を揃えて立っていきます。タダサナです。山のポーズ、足の親指付け根揃えましょう。足指広げてマットグリップ、地に足つけて、目線正面、顎を軽く引きます。そしてね、かかとと頭頂の引っ張り合いっこしましょう。胸張らない、肩も頑張らない、気持ち尻尾の骨下向き、そして、膝を少し閉じるように、膝ちょっと緩めてもいいからしっかり閉じて、内もも締めましょう。エネルギーを真ん中に集め、そのエネルギーを上下に広げていきます。両手胸の前で合掌、優しく目を閉じたら一度鼻から吸って、口からため息、はー、口を閉じて、少しずつ自分の内側へと意識を向けていきましょう。そして自分の体の中に流れる呼吸を感じます。吸って体の中が広がる、吐いて全身が楽になっていく。筋肉にであんまり頼らないでください。自分の中の呼吸の力を使って、太陽礼拝気持ちよく動いていきましょう。
ではゆっくりと目を開けたら、まず太陽礼拝2回、バリエーションなしでいきましょう。1回目吸って横から両手持ち上げます。頭の上が正面線、指先吐いて前屈、膝曲げます。首頭だら、吸って背骨半分起こして胸を開きましょう。吐いて両手間と片足ずつ後ろ、プランクポジションから膝をついて身を乗り出す。ゆっくり腹ばいまで入っちゃいます。脇締めて足の甲寝かせて、吸ってコブラ、顎を引きながら溝落ち胸引き上げる。かかと向かせて吐いて、つま先立ちダウンドッグに入っていきましょう。で呼吸5回1、まずね手のひら少し外向きです。2、人差し指と腰の引っ張り合い、1個脇の下向かせ。3、顎を引いて首の後ろ、シュワシュワ入らないよ。4、手で頑張らない、お尻グーッと引っ張り上げましょう。5、吸って両手の間見ます。片足つんまい、上体半分起こしましょう。胸を開いて吐いて前屈、膝曲げます。首頭だら、吸って横から両手持ち上げましょう。大きく吸い込んで吐いてナマステ、胸の前で合掌。足マットの前に戻してね。2回目吸って横から両手持ち上げます。全身で呼吸吸うように。吐いて前屈、膝曲げて首頭だら、吸って背骨半分起こしましょう。胸を開いていく。吐いて両手マット片足ずつ後ろ、腕立て伏せから膝を置く。脇締めてスローモーション、足の甲寝かせて、吸ってコブラ、顎を引きます。肘後ろ、かかと向かせて吐いて、つま先立ちからダウンドッグ。ここで呼吸5回入れましょう。1、お尻引っ張り上げて。2、2の腕向かせます。肩甲骨開いて。3、肋骨背骨の方に引き込む、体幹キープ。4、手で吸ってかかとから吐く。5、吸って片足つま前、上体半分起こしましょう。背骨伸ばして吐いて前屈、膝曲げます。首頭だら、吸って横から両手持ち上げましょう。大きく吸い込む。吐いてナマステ、胸の前で合掌。3回目バリエーション入れます。吸って横から両手持ち上げて頭の上合掌。吐いて前屈、膝曲げます。首頭だら、吸って背骨半分起こして胸を開き、吐いて両手マット片足ずつ後ろ、膝をついてゆっくり身を乗り出す。腹ばい、脇締めて、吸って足の甲を寝かせてコブラ、顎引きます。かかと向かせて吐いてダウンドッグ。じゃあここで1回呼吸整えましょう。一度背中から吸って、口から吐く。脇の下向かせて顎引きます。呼吸続けながら長い背骨、強い足キープしていきましょう。じゃあここからバリエーション入れていきます。つま先立ちダウンドッグに入っていきましょう。お尻グーッと斜め後ろ、二の腕向かわせて顎引きます。自分の手首と腰の引っ張り合い、ここの背骨の延長線上、吸って右足アップ。で吐いて右膝をグーッと胸の方に引き寄せながら、右手首内側に右膝を下ろしましょう。止まっちゃった方、手でよいしょ、足持ってきてね。両手カップハンズに切り替えます。脇締めて顎を引く。そしてお尻のほっぺたギューッと締めて、骨盤がね下にダラーンと落ちないようにしましょう。ではここから左足かかと斜め45度内側に踏み込んで、左足裏べったりマット踏んでください。でいければこの左足のつま先がこのマットの左の外側のラインに触れるところで大丈夫。右膝は90度、ゆっくりと、背筋を使いながら体を左側に開いていきます。吸って左手上から後ろに引っ張っていって、戦士のポーズ2に入りましょう。骨盤オープン、吸って背骨が上、吐いて足腰強くなっていきます。鼠径部を開いて背骨まっすぐで、尾低骨下頭頂上、背骨まっすぐキープして、目線右手指先見ましょう。肩力抜いたらリバースウォーリアー、右手のひらくるっと空向けます。吸って右手胸目線空に引っ張って、吐いてこのまま右膝もう一つ踏み込む。右膝右手の指先引っ張り合い、こう吸って右あばら開いて、吐いて上半身起こしたらパールショバコナーサナいきます。右膝の上に右肘置きましょう。吸って左手後ろから上に持ち上げて、吐いて頭の向こう側、手のひら下向き、顎を引いていきます。尻尾の骨が後ろ足かかとの方に、尾低骨と頭頂、そして左手の指先引っ張り合いましょう。吸って目線横から上、
吐いて気持ち、恥骨を引っ張り上げていく。腹筋を入れていきましょう。もう一つ吸って、吐く呼吸で左手マットにべったり、そして右手もマットにべったりついていきます。左足つま先立ちに戻してあげてください。ツイスト入れましょう。お尻のほっぺたギュッと締めます。顎を引いて、まず吸って頭頂しっかり斜め上の方に引っ張り上げたら、吐く呼吸で右手横から持ち上げていきます。ツイスト、顎を引いて、吸って右手反らす、掴もうとする。吐いて右腰後ろ、お尻のほっぺた締めながら右膝の内側と左の肩を向かわせてください。もう一つ吸って肩を開く。吐いて右手マットに下ろしていきましょう。両手肩幅、人差し指正面、ダウンドッグに戻りましょう。吸って右足アップ、吐いて右足下ろしてダウンドッグ足踏みしましょう。ふう、一回ね、背骨、股関節、足ニュートラルに戻していきます。はい、足踏みしましょう。では足ストップしたら反対足いきますよ。つま先立ちダウンドッグ作って、人差し指とお尻の引っ張り合い、腰がね反らないように肋骨背骨の方に引き寄せておく。脇の下向かわせて顎引きましょう。耳と二の腕平行から、次吸う呼吸で左足アップ、吐いて左膝を胸の方に引き寄せながら左手首内側にゆっくり下ろしましょう。途中で止まっちゃった方、手でよいしょ連れてきてね。両手カップハンズ作ってあげましょう。脇締める、顎を引く、そして背筋も少し使ってキープしましょう。右足かかと斜め45度内側に置いて、右足のつま先がこのマットの右のラインのところね、ここに来るところまで踏ん張ってあげましょう。左膝直角です。両足同じ力で踏ん張ったら体を起こしますよ。次吸う呼吸、右手上から後ろに引っ張っていって戦士のポーズに。吸って頭頂は上、吐いて B 底骨下、肘肩楽にしてあげて、鼠径部そして肩を前後に開いていきましょう。吸って手足が広がる、吐いて足腰強くなる、リバースウォーリアー。左手のひら空向きです。吸って左手胸目線空に開放、吐いて左膝踏み込む、顎引いて、吸って左あばらの広がりを感じて、吐いてパールシュバンコナーサナー、左肘を左膝の上に置きましょう。吸って右手後ろから上、吐いて頭の向こう側、手のひら下向き、顎引いて、吸って目線横から上を見上げて、吐いて恥骨をキュッとおへその方に引っ張り上げてください。こうやってね、肩すくまないように、特に左肩と左耳しっかり離しましょう。この肘で膝を押す感覚を作っていきます。もう一つ吸って、吐く呼吸で右手べったりマット、左手べったりマット、そして右足つま先立ちに戻していってください。ツイストいきますよ。吸って背骨ぐーっと伸ばしたら、吐いて左手横から持ち上げます。目線空見上げて、吸って左手空触ろうとする、吐いて顎を軽く引いて、左の腰後ろです。お尻のほっぺたギューッと締めて、体がこうね横に広がらないように、左膝の内側と右胸向かわせてみてください。もう一つ吸って、肩が開いていく、吐いて左手マットに下ろしましょう。両手肩幅、人差し指正面です。ここからプランクに戻っていきますよ。吸って左足後ろ、プランク、吐いて膝つく、身を乗り出してゆっくり腹ばい、脇締めながらスローモーション、足の甲を寝かせて、吸ってコブラ、顎を引いて肘後ろ、胸を開いて、で吐いてチャイルドポーズでお休みします。ふう、頑張りました。おでこマット、肘軽く曲げましょう。お尻かかとの上、膝少し広めに広げてあげていいですよ。一度鼻から吸って、口からため息、ゆっくり呼吸を、体の中落ち着きを取り戻していきましょう。ゆっくり呼吸を続けてあげます。吸うたびに肩、腰、背中に呼吸が広がって、吐くたびに全身の疲れを吐き出していく。ゆっくり呼吸を続けながら、体と心落ち着きを取り戻すまでちょっとで待ってあげます。では落ち着きを取り戻せたら、手のひら顔の横、吸う呼吸両手マットプッシュして起き上がってきてください。頑張りました。じゃあ最後ですね、逆転のポーズ、あと開脚をやっていこうと思います。両膝を立てた、
仰向けに戻って、仰向けに入っていきましょう。水分必要な方は取ってからでいいですからね。膝を立てた仰向け姿勢です。ちょっと待ってね。よいしょ。では両膝立ててマットに仰向け姿勢です。で、ね、ここで肘抱えて肩や首、胸の力も抜いてあげましょう。一度鼻から吸ってガーガー、ゆっくり呼吸を続けていきましょう。ではね、逆転のポーズ、両足を持ち上げていきます。次吸う呼吸で両足を空の方に蹴り上げていきましょう。かかと空の方に向けて、いけるところまで膝を伸ばしてみてください。膝を伸ばすと結構きついなって方は軽く曲げててもいいですよ。ゆっくり呼吸を続けてあげながら、足からね、この心臓にかけて体液やエネルギーが上から下にね流れていくのをイメージしてみてください。鼻から吸って、で深く吐く、つま先は力抜いてあげましょう。ではここから開脚いきます。一回鼻から吸って、吐いて開脚、かかとオープン。これいければね、かかとを突き出して足首90度のまま開脚してみましょう。そして、上半身はできるだけマット、特に腰や肩甲骨、後頭部までマットに下ろしてあげましょう。そして内ももや股関節に呼吸を送ってあげます。鼻から吸って深く吐きます。今日ね、足いっぱい使っていたので少しね、足の疲れも取ってあげましょう。はい、ではゆっくりと膝を曲げて足の裏を合わせましょう。仰向けのままバッタコナーサナです。両手つま先を包んであげたら、肘軽く曲げて肩や腰も大地の方に安定させてあげましょう。目を閉じていいですよ。鼻から吸って深く吐く、呼吸を股関節、内ももに送ってあげましょう。そして最後ゆっくり膝を閉じたら両手膝を抱え込みます。左右コロコロ転がって腰優しくマッサージ。そして今日は朝ヨガの時間、頑張ってきた自分自身抱きしめてあげてください。では真ん中でストップしたら、最後少しだけね、シャワーサナ、休息と回復の時間をとっていきます。マットに仰向けになっていきましょう。足はマットの幅まで広げて、手は体から少し離します。手のひら空向き、肩首力を抜いて優しく目を閉じたら、一度鼻から吸って、口からため息、口を閉じて、少しね、呼吸を体の内側で味わっていきましょう。吸うたびに体の中隅々まで新鮮で綺麗なエネルギーが広がって、吐くたびに全身の疲れ、力み、熱を手放していきましょう。呼吸のたびに体と心が落ち着きを取り戻していくのを感じてみましょう。このままもう少し自分のペースで呼吸を続けながら、シャバーサナ、お休みの時間をとっていきます頭の上に組みます。吸って伸びて伸びて、吐いてリラックス。両膝立てたら横にコトンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて、居心地のいい場所探しましょう。呼吸が落ち着いたら、腕で床をしながら頭左右になるように、横からゆっくり
起き上がってきてください。はい、皆さんお疲れ様でした。